1900年または最後の大統領1896年イン・ガーソル・ロック著・ド・チ第10章最終章です議会は休日の休会を再び拒否しました政権側の指導者たちは目を閉じることを拒否して必要な睡眠すら取らず青ざめてやつれた顔をして反対派の一つ一つの言動に怯えまるで本物の陰謀者のようにしていました 連邦軍はほぼすべて首都とその周辺から静かに撤退しており大統領が一時的に弱気になって大衆の支配に不利な行為を行う可能性があったからです不思議なことに会期の初めに提案されたアメリカ合衆国の年金制度を南部連合軍の兵士たちにも拡大する法案と連邦議会への再加入以来一部の州で集められた 内国歳入税の一部を正式に任命された委員が額を決めて返還するという法案が国内でほとんど注目されることはありませんでしたこれは絶望からくる静けさだったのでしょうか必死になりすぎて鈍感になっていたのでしょうかそれとも高貴で上品な勇気が冷静に抑えられていたのでしょうか その法案の導入には効果があり多くの人々が国の首都に向かうことになりましたそれは野生の目をした狂心的な人々や武将ひげを生やした身なりのだらしない政治家たちではなく落ち着いたビジネスライクな雰囲気を持つ市民たちでした彼らは生きていくのに必要な収入以上を稼ぎ税金を払い そうしたいのであれば公務員たちを一目見る権利を有するような人たちでした。首都に流れ込む人々の大部分は南部から来ていたので、南北戦争前の時代の首都を覚えている人々は懐かしい光景を見て微笑みました。彼らは顔をきれいに剃り、長い髪を広いつばのフェルト帽の下に無造作に流し、 ボタンを半分外したベストと折り返した襟小さな足とぴったりとしたブーツ軽快な歩き方柔らかい南部なまりそして香ばしい葉巻を楽しんでいました北部からの人々もすぐに見分けることができました彼らは整ったきれいな身なりで理念にも女性のような注意を払い 一風変わったフェルト帽を嫌って儀式用の山高帽をかぶりビジネスライクにしていましたがその顔には不安そうな表情が浮かび時折深いため息をついていました白人の兄弟たちの後ろに付き従い出てきた何千人もの黒人たちは白人の心配事の理由には無関心で そそれを理解する力も持ち合わせてておらず、楽ししうに笑っていました。時間が経つにつれて人々の群れは大きくなり広い大通りが狭くなってきましたより興奮して男たちの声が大きくなり女性や子どもたちはほとんど姿を消しました。 南部の人たちは固まってグループを形成して離れていました男性たちはまるで何か重大な出来事がすぐに起きるのを待っているかのように服を脱がずにベッドに横たわり数時間だけ睡眠を取りましたすべてがうまくいけば法案は今月三十日の土曜日に最終的に可決される予定でしたが 反対勢力との激しい攻防戦と傍聴席をぎっしり埋めたさまざまな派閥の妨害によってほとんど進展が見られませんでした政権与党側の指導者たちはかつて議会が開かれたことのない日曜日が近づいているがそれまでに目標が達成される見込みはないと考えていました 年始の月曜日まで休会すると致命的になるかもしれません。予期せぬ何らかの力が彼らの頑丈な対立を崩し、混乱に陥るかもしれないからです。彼らは状況に対応するために規則を一旦なかったことにして、会期を継続して会員の議事を完了するよう同義を提出しました。 反対,反対派からは「前例がないだろ」「う、革命だ!」「けしからん!」という叫び声が上がりましたが議会はその要求に屈せず可決を達成しようとする固い決意で仕事に取り組んでいたので少数派の共和党員さえも圧倒されました議員たちは席に座ったまま届けられる食べ物や飲み物を食べたり飲んだり眠ったりして まるで待ち伏せされて踏みつぶされないように決意しているかのようでしたそれは不思議な光景でしたが印象的な光景でもありました長い間守られてきた権利のために戦う集団自由に嫉妬する自由人たちが死以外には引き裂かれることのない 鉄のの決意でで結ばれててていいたのでしたたしし日日曜日がやってききても戦いは続きました人々の自由が危機に瀕しているときに休日などありませんと会員のリーダーが叫びました安息日は人間のために作られたのであって安息日のために人間が作られたのではありません その有名な日曜日に行われたスピーチの多くはジェレマンやエレミアの嘆きやポールパオロの切実で燃えるようなつぶやきまたはアポロの学術的で金星の取れた時間のようでした。南部の議員の大半であるメソジストの議員たちが賛美歌を歌うと疲れ切った時間が明るくなり 傍聴席の支持者たちもそれに声を合わせて歌いました時折完璧に調和した北部の男たちのはっきり,はっきりとした声がジョン・ブラウンの遺体の旋律を歌って南部の賛美歌を書き消すこともありました「グローリー・グローリー・ハレルヤ」の部分はバルシャザールの共演の激しい騒乱に 見えない合唱団が割り込んできたかのように議場の喧騒を鎮めるのでした夜11時を少し過ぎた頃対立する陣営に不穏な沈黙が広がり共和党の指導者たちが神経質に相談している姿が見られましたそれは偉大なる共和国にとって三重に重なる神聖な夜の時間でした 新年を迎えるだけでなく新しい世紀が世界に訪れようとしていました不思議な静けさが混乱する議場とそれ以上に騒がしい傍聴席に忍び寄りました共和党のリーダーは立ち上がり冷静で厳粛な声で演説を始めました共和党のリーダーが立ち上がりました 彼の声は冷たくうつろに響きました屈強な男たちがその声に身震いしました議長私たちは国に対して義務は果たしましたこれ以上言うことも打つべき手もありません我々はこの議会の神聖な会議場に立ちながら 自由な市民としての権利が多数派によって踏みにじられるのを見ていることはできません私たちは不正や圧政と戦うと誓った人間のように共和国の崩壊を防ごうと努力してきましたが圧倒的に不利な状況に立ち向かう者の心に無力感が襲う時というのがありますその時が今私たちに訪れています 偉大で寛大な北部の人々は私たちによくやった善良で忠実な香木たちをと叫ぶと我々は信じています我々が間違えているのであれば彼らは私たちを批判するでしょう議長我々全員この瞬間ここに立ってこの法案を通,通過この法案が通過するのを目撃しない と誓うに至りましたそれゆえに「我々は去りまそうではない同胞の皆さん」と金属のように澄んだ声が議会にほとんど超自然的に響き渡りました瞬く間に全ての人が振り向き何千もの声が抑えた声で「大統領だ大統領だ」と言いました 生きているよりは死んでいるような顔で本当に大統領が下院の議場に立っていました次の瞬間議会と傍聴席は耳をつんざくような喧騒に包まれ音の波が壁を揺さぶるほどでしたその騒ぎは止まることなく何度も何度も繰り返し巻き起こり自然界のように何万もの言葉が飛び交い 声叫びうなり続けました大統領は何度もその白い両手を大きく広げ沈黙を求めましたがまるで人々が彼を殺すか自分の言うことを聞くかを懇願するかのように彼の額には恐怖と苦悩の汗がにじみ眉から頬に流れ落ちていきましたようやく騒ぎが一瞬だけ静まると 彼は震える声で言いました。同胞たちよ、ああ、同胞の皆さん。しかし、その言葉は議長の振り下ろすハンマーの鋭い音に遮られました。大統領は退場しなければなりません。と議長は冷静な声で言いました。彼がここにいることは、われわれの自由な討議に対する脅威です。再び、 耳をつんざくような喧騒が巻き起こり最高権力者の顔には恐怖のような表情が浮かびました彼が再び白い両手を上げ静寂を求めるその姿には静かな威厳があったので静けさが広がるとそれを無駄にしないかのように彼の唇が動きました下院議員の諸君私は共和国の大統領として共和国の大統領として 合衆国の状況に関する情報を提供する正当で合法的な権利があり、ここに立っています私は名誉ある上院議員たちをこの議場に招集しました皆さんが感情を抑え、職務への先生に基づく神聖な義務を果たすべく、私の話に耳を傾けるよう求めますこれらの言葉には神のような威厳があって風をも従わせ、 あれ狂う海をも沈めるほどの力が感じられました古い沈黙の中武骨ながらも威厳を持って上院議員たちが議場に入ってきました下院の議員たちは立ち上がり議長は副議長を迎えに前に進みましたその光景は壮大で感動的でした長い間こらえ続けてきた目に涙が浮かぶ 大統領のわずかなうなずきに応えて牧師が祈りを捧げましたその祈りはあまりにも優しく説得力があり最も堅くなな心さえも平和と愛と友情と統一の思いへと導くほどのものでしたそして再びすべての視線が大統領の顔に集中しました「飼いの処分」 あなた方が現在審議しているこの法案について突然議長がハンマーを振り下ろしその場にいるすべての人を驚かせました議長は厳かな威厳を持って大統領は未決の法案について言及してはいけません憲法が大統領に保障しているのは随時議会に連邦の状況について 情報を提供すする権利です彼はこの憲法の範囲を厳守するかさもなければ下院議会から退出しなければなりませんと言いいその言葉は傍聴席からの喝采を呼びました大統領の顔は死ぬほど青ざめその場で倒れて死んでしまいそうでしたしかし彼は息をのみ身を乗り出し 再び手を上に上げて懇願しましたその時町の鐘が真夜中を告げました新年新しい世紀が誕生しましたがその最後の鐘の音とともに千個の大砲のような恐ろしい轟音が議事堂を揺るがし最も頑強な心さえも効率化せ 恐れを知らなかった方を冷たくしました。議事堂のドームがダイナマイトで破壊されたのです。しばらくして議場が被害を受けていないことが確認されると、会員のリーダーは法案の最終通過を同義しました。大統領は退場し、共和党の上院議員と下院議員たちは、変わり果てた議事堂からゆっくりと去っていきました。 そして票の集計の準備が行われました町の鐘は新世紀を歓迎してなっていましたがワシントン共和国はもう存在しないのだから哀悼の鐘と言った方がふさわしいでしょうワシントン共和国はあまりにも穏やかに平和に死んでいったので世界はその死を信じることができませんでした 冷たい灰色の夜明けが訪れ、その最初のかすかな光が壊れたドームに降り注ぎ、その廃墟でさえも輝かしく、その光景を長く見つめていた一人の人間の目が悪魔のような喜びの輝きを浮かべ、やがてその人物は人々の波に巻き込まれて消えていきました。おしまいです。 これでこの小説は終わりです。